どうもハッシーです。室内ビオトープ52日目。今日は新たな水生植物の植栽です。前回ダメになったシダ植物の跡地にこの植物、長葉主高。水質の適応範囲が広く丈夫で、水質浄化能力も非常に高い植物です。水中でも育ちますし、中水から湿性でも育ちます。場所を選ばないので、どこでも好きなところに植栽可能なのは利点ですね。なので、特に初めてビオトープに挑戦される方におすすめです。面白いのは、水位によって草子に変化があるところでしょうか。今まで水位5センチで育てていましたが、これからは水位2センチですので、もう少しスタイリッシュになるかもしれません。続いてクワイという植物。先日開催されたイベントにて衝動買いしました。初めて育てる植物なので、どんな感じに成長するかはわかりません。このフォルム、なんかかっこよくないですか？なぜそのような進化を選んだのか。最後に水わらび。前々から欲しかった植物で、やっと購入できました。この辺に植栽しようかと思います。最初は直に植栽してみましたが、水位が深すぎる気がしたので、素焼き鉢に植栽しました。これもなかなか面白い見た目をしていますね。長葉主高などの草子の大きな植物を植えたことで、ビオトープ感がより一層出てきた気がします。今回植栽した植物は3つとも中水植物になります。次にいつもの水質測定。硝酸がさらに低下で、これ自体は喜ばしいことですが、リンが減っていないのが気がかりです。このまま行くと窒素不足、リン過剰となります。浮き草が多い環境なので、窒素が減りやすく、リンが減りにくいのかもしれません。ただ、水生植物の花が咲けばリンが減るはずなので、もう少し様子見です。それよりも TDS が上昇し続けていることが問題ですね。TDS は水に溶け込む全元素の総和と見ることのできる数値ですが、何が増えているのか考察してみますと、pH と GH に変動がないことから、総合肥料から溶け出たカリウムと微量元素の両方が余っていると思われます。対処としては今まで通り餌を与え様子を見つつ、場合によっては窒素液肥の添加ですかね。増えすぎる菊草。これはこれでいいのですが、この水蓮鉢、透明感がないんですよね。浮き草半分撤去して水草にするのもいいかもしれないです。隔離水槽の針子ですが、すくすくと育っておりまして、そろそろ故郷へ帰る時期が来ました。そんなわけで次回は針子導入編です。本日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。続きが気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。